っす先輩、めっちゃ痛いっす今これ、癖になってんすよね。もうやっぱ何度当たっても痛いっすよ先輩。今回はあの野球で結構多いケースなんですけども、突き指が疑われるケースです。まあ、あの多くはそのグローブを持ってる手の、まあ、親指に多いですね。特にキャッチャーとかだと親指のところに多いですよね、はい、それからゴロ捕球をした際に、まあ、グローブをはめてない方の手巻き込まれて突き指をしてしまったっていうケースも、まあ、結構多く少年野球とかだと見受けられるのかなと思います。はい、まずこの場合最初なんですけれども、大事なのは結構引っ張ってしまう子が多いというのが、まあ、昔から多い印象があるんですけれども、これ引っ張るのは良くないですので、抑えるのはまあ痛いので抑えると思うんですけれども、そのままこう引っ張って治ると思ってこう引っ張らせるというのは、あのこれは絶対に避けるようにしてください。これが最初、一刻も早くやめさせることになります。はい、その上で今痛めている場所っていうのを確認します。場合によっては小中学生の指とかですと骨折をしていたりとか脱臼をしていたり、まあ、あるいはこう捻挫をしていたりっていうケースもあるので、そういったことがあるかないかを判断するために、まず見た目上、まあ、大きい腫れが起きてないか、それから内出血等が起きてないかっていう、その見た目上の変化がないかっていう部分を確認します。次のステップとして、まあ、見た目上の変化があったとしてもそれを骨折だ脱臼だと判断することはまだできないので、すぐにアイシング冷却をします。また、見た目上の変化がなくてももう動かすのはこの時点で間違いなく痛いので、その場合でも同様に冷却をします。まあ、冷却をする前にその確認事項として、そういう見た目上の変化があるのかっていうのを確認するということが必要になるということですね。基本的にはアイシングをする際は氷をしっかりとビニール袋に入れて空気を抜いた真空パックの状態にした上で患部を包むようにアイシングをします。アイシングをする際に圧迫もするとなおいいんですけれども、最悪ここ圧迫するものがない場合は手で押さえるだけでもいいです。ただ本来であれば、圧迫をした方がいいので、こういった伸縮包帯等があればしっかりとこれを押さえるように、圧迫してあげてください。アイシングをだいたい15分から20分し終わった後にアイシングを取ると思うんですが、この時もまた再度確認で腫れがないか、色が変わってないか、それからこう動きの確認ですね、全く動かないかどうかというところを確認してください。そしてこの状態でも引っ張らないようしっかりと注意喚起をするようにしてください。突き指ですと、まあ、ある程度こう捻挫とかと同じで無理してできちゃうっていうのが実際のところです。ただこの突き指ですね、完全に治らないままプレーしていると、先ほどお伝えしましたように骨への影響とか関節への影響っていうのが悪い部分で考えられますので、まあ、将来的に指が曲がったままになってしまったりとか、何かよくわからない違和感がずっと残ったまま続けることにもなりかねないので、まあ、最初のうちの対策っていうのは非常に重要になってきます。最低でもこう腫れが引いて痛みが引いてしっかりと動かせるようになるまでは、この冷却の処置っていうのを続けるようにしてください。皆さんありがとうございました。うっす、ありがとうございました。しっかり冷却するってことだったんですけども、結構その一回やっぱり突き指してしまうと可動域がこう狭くなるっていうのはあると思うんですよ。動かしづらくなってしまうっていう、でそのあたりってこう後日どうしていけばいいのかっていうのは、そうですね、可動域が狭くなってしまうのも、その関節の中で、まあ、ここにもすごいちっちゃい関節がいっぱいあるんですけれども、関節の中で炎症が起きてしまっていたりとか、もう動くべき関節のもう動きがもうかなり制限されてしまったりっていうことが起きてくるので、最初のですね3日間はしっかりとこう炎症を防ぐようにアイシングをしてもらうっていうのと、はい、それが過ぎてからはですね、逆にこうしっかりと治療をした方がいいんですね。治療方法としては逆にこうしっかりとこう動きを良くするために血流を上げたりですとか、うん、専門的なトレーナーや治療家のいる場所にこう行っていただくっていうのが一番いいのかなと思うんですけれども、はいはい、そこで治療をしていただいてしっかりと動きを出していくっていうのが、はい、もうやった方がいいですよね。なるほどですね、はい、はい、ご参加皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今回の動画はこれで終わりにします。この動画がためになったと感じたらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。